こんばんは。くまモンスクエアの情報番組、くまモンスクエアチャンネルのお時間ですが、今回はくまモンからの強い要望で予定を変更いたしまして、緊急特別番組、どうするどうなるくまモンスクエア9周年をお届けしてまいります。ではパネラーの皆様をご紹介いたしましょう。熊本県営業部長兼幸せ部長のくまモン、そしてくまモンスクエアスタッフの渡辺さん、そして真央ちゃん、そして私清家とでお送りしてまいります。それではくまモン、この緊急特番のテーマに関してコメントをお願いいたします。じゃん、くまモンスクエア8周年の時のこと覚えているかモン。何かありましたっけ。あれくまモン、ちょっと雲行きが怪しくなってまいりましたけれども、はい、教えてください、何かあったのか。はい、じゃん、8、数字の8と昆虫の8ば勘違いしてしもたモンと。お、これはそうだ、くまモンがくまんばちの衣装で登場したんだよね。そうですね。でもくまモン、それって打ち合わせしてたよね。おやおや、あれ、くまモン打ち合わせ知ってたと思います。お、何かまだお伝えしたいことがあるようですけれども、はい、じゃん、はい、今回もみんなで9周年ば盛り上げるモンと。はい、はい、では今回はしっかり打ち合わせをしましょう。そうですね、前回もまあ打ち合わせを行った気もするんですけれども、まあね、くまも張り切ってますからね、みんなで一緒に、はい、会議をしていきましょうか。はい、OK です。はい、それでは会議をしていきたいと思います。でね、実はくまも9周年が会議の議案ということで、事前にスタッフから9周年の企画テーマを募集しておりました。それをですね、それぞれに発表してもらおうと思います。そしてくまモンにはフリップでね、評価をしていただきたいと思います。はい、ちょっとこのボタンとですね、フリップが出てくるんですけど、よかったらグッと、あ、ちょっとこれいまいちだなってのはパッと、こちらをね、使ってください。よろしいでしょうか。はい、OK ですね。はい、グッとパッと押しておきますね。はい、はい、グッと、そうそうそう、はい、で、パッと、はい、OK です。それではまずは渡辺さんからお願いいたします。はい、では9周年の企画のテーマ一つ目、ババン、はい、9周年10周年への第一歩、いかがでしょうか。川柳できましたね。はい、9周年はお祝いする日だけども、記念すべきメモリアルイヤーの10周年への、通過点であることをアピールしたいと思いました。いかがでしょうか。なるほど、素晴らしいですね。来年はいよいよ記念すべき10周年イヤーということですけれども、くまモンいかがでしょうか。ダダ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 、じゃん、グッドごめんなさい、向きが出たね。はい、グッドピンポンということで、はい、グッドいただきました。ありがとうございます。まずはね、はい、一つグッドいただきましたけれども、続いてまおちゃん、お願いいたします。はい、それでは参ります。はい、いつも応援してくれる皆さんへ、サンキュー周年。おお、くまモンスクエア得意のダジャレできましたね。はい、ファンの皆さんに支えられているくまモンスクエアなので、感謝の気持ちを入れたいと思いました。なるほど、確かにですね、皆さんに喜んでもらえる企画っていうのはね、絶対に必要になりますからね。さあ、くまモンいかがでしょうか。ダカ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 、おバット、あ、お、グッド、お一瞬ヒヤッとしましたけれども、よかったです。真央ちゃんのもグッドということで採用決定でしょうかね。はい、さあ、お一人ずつ紹介していただきましたけれども、以上でよろしいですか。はい、すいません、スタッフ内で没にしたものが、企画があるんですけども、発表して大丈夫でしょうか。はい、せっかくなのでお願いいたします。はい、それじゃあ参ります。ババン、何はなくとも9周年いかがでしょうか。おお、これちょっとダジャレですかね。す、はい、バット、あれバットあれダジャレダメですかね
うん、バット食うだよ、食べる食べる、あれくまもん、うん、そうそう食べる、食うじゃなくて食べる方の食う、うん、そうそう、うん、僕、うん、僕食べる、あ、僕も食べるし、きっと皆さんもそうそうそう食べると思います、うん、はい、あ、それなら OK だと、はい、ありがとうございますということで、はい、ね、くまもんちょっと意味が伝わってえらく興奮しておりますけれども、はい、そうそうね、うん、僕も食べるしみんなも食べるからハッピーになるんじゃないかということですね、はい、そうだと思います、はい、ちょっとどうなるか分かりませんけれども、はい、こちらも候補で大丈夫ですか、このまま OK、 はい、ありがとうございます。さあ、ということで3つね、テーマが出ましたけれども、くまモン、どのテーマを採用いたしましょうか。ちょっと片付けますね。さあ、3つテーマ出ましたけれども、どうする、くまモン、どんな感じでね、まとめていきましょうかね。お、いい案が出たようですよ。はい、今真剣に打ってくれてますけれども、あの、ちなみにこのテーマはどのくらいの期間でこう思いつかれたんですか。私の、まあ、あのダジャレの方は、うん、お風呂に入ってる時にあって思い浮かびましたはい、でも最初にバットを食らったのでちょっと一回滑ったのかなと思ったんですけど、うん、その他にグッともらえたのでよかったなって思ったんですけど、どうですかね、入るんですかね、私の企画は。ねえ、今ちょっとね、くまモンが一生懸命打ってくれてますけれども、どうでしょうか、くまモン先生。お、まとまりましたか。はい、エンターということで、じゃん、渡辺さん、音読をお願いします。はい、では感謝を込めて、39周年みんな一緒に、空周年10周年へゴー。おーすごいですね、やりましたね、全部入ってますね、はい、感謝を込めて39周年ね、ここも入ってます、みんな一緒に空周年10周年へゴーということで、はい、こちらのテーマで進めていきたいと思いますけれども、7月22日か金曜日から24日日曜日の期間で開催予定のくまモンスクエア9周年企画はですね、感謝の気持ちでサンキューとクーにこだわってくまモンとスタッフで企画を今後練ってまいります。みんな頑張ろうね。おちょっと気持ちがバラバラで、あ、ちょっとあの温度取りますね、はい、せーの、えいえいもーん。はい、ありがとうございますということで、あの、企画がまとまり次第くまモンスクエアのホームページで発表いたしますので、皆さんお楽しみにお待ちください。以上、緊急特別番組、どうするどうなるくまモンスクエア9周年をお送りしました。くまモンスクエア最新情報、イエーイ。さて、ここからの時間は私、清家とアシスタントの真央と渡辺がくまモンスクエアの最新情報をお知らせします。まず、イベント情報です。くまモンスクエアでは現在、梅雨をぶっ飛ばセールを開催中です。そして、7月1日金曜日までレインコートを着たくまモンに会えるチャンスとなっています。詳しくはくまモンスクエアホームページをご覧ください。そして、7月は恒例の七夕企画、くまモンと一緒にお星様に願いを開催いたします。2日土曜日、3日日曜日、7日木曜日の午後3時のステージで、くまモンが短冊に願い事を書きますよ。今年はどんな願い事をするのでしょうか。そして2日土曜日のステージには、なんとゲストとして人吉市人吉温泉観光協会よりヒットくんが登場してくれます。皆さんぜひお楽しみにしてください。そして先ほどの緊急特別番組で熱いトークが繰り広げられましたが、7月22日金曜日から24日日曜日の3日間くまモンスクエア9周年企画を開催します。詳細は決定次第くまモンスクエアのホームページにて発表します。ぜひ皆さん楽しみにお待ちください。続きまして、チャリティーグッズのご紹介です。来月は人吉からヒットくんが登場してくれますが、令和2年の人吉熊豪雨災害から間もなく2年、人吉熊は復興に向けて元気に頑張っております。くまモンスクエアでもチャリティーグッズを販売中ですので、ぜひご紹介させてください。はい、それではまず、人
人吉くまチャリティー T シャツ、サンクマプロジェクトのキービジュアルを背中にデザインしたおしゃれな T シャツとなっています。カラーは紺と黒、サイズは好評につき L サイズのみとなっております。数も少なくなってきていますので、ぜひ早めにチェックマください。そして続きまして、人吉くまチャリティータオル、サンクマプロジェクトのキービジュアルをデザインしたタオルとなっています。夏の定番グッズです。そして続きまして、人吉くまチャリティージャンボ缶バッジ、サンクマプロジェクトをイメージした75ミリのジャンボ缶バッジ、ぜひ身につけて人吉くまをアピールしてください。そして最後に、人吉くまチャリティークリアファイルセット3枚入り、人吉くま企画で撮影した写真の中からくまモンのむぞらしか写真をピックアップしました。これらのグッズは売り上げの一部を人吉くまの復興に役立てたく、熊本県に寄付しております。皆さん、人吉くまの応援もよろしくお願いいたします。それではいきますよ。以上、くまモンスクエア最新情報のコーナーでした。エンディング、イエイはい、ありがとうございます本日はですね、いつもと違ってシリアスモードでお届けしてまいりましたくまモンスクエアチャンネルでしたが、いかがだったでしょうか。ね、楽しんでいただけましたかね。最後はですね、いつもと変わらず楽しく終わろうね、くまモン、はい、イエイイエイということで、そして今回はですね、くまモンスクエアの企画会議を皆さんにご覧いただきましたけれども、我々はいつもですね、どうやったら皆さんに楽しんでもらえるのかと熱く会議をやっているわけですよね、くまモン。ガタガタガタじゃん、そう、全集中だもんということでね、日々ね、本当に皆さんのことを思いながらね、過ごしてるんだよねはい、そうなんです。これからもですね、私たちはくまモンと一緒に楽しいプランを考えて皆様をお出迎えいたしますよ。そしてですね、現在絶賛開催中の梅雨をぶっ飛ばセールの次には、七夕企画、そう、ぶっ飛ばせはい、この次は七夕ですよ。そしてその後はね、今日企画会議もしましたけれども、9周年の企画、そしてその次には夏休み企画ということでね、くまモンこれからいろんなね、企画が盛りだくさんとなっております。なのでね、ぜひ皆さん、くまモンスクエアにぜひぜひ遊びに来てください。はいこの他にもですね、まだまだ楽しい企画が満載ですので、皆さんのお越しをお待ちしております。そしてくまモンスクエアチャンネル、次回の配信は7月末頃を予定しておりますよ。来月も皆さん元気にお会いいたしましょう。じゃん、また見てはいよということで、以上、くまモンスクエアチャンネルでしたバイバーイ